ライバトル、あなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小雪です。アンバサダーのトイです。本日もですね、昨日に引き続きですね、ワンピースを都市伝説の視点から読み解く考察の回なんですね。おー、なるほど。なんですかこのポーズは。非常に面白いですね。ありがとうございます。ワンピース補完計画ということで。あれあれ、碇玄道さんですか。はい、補完した結果どうなったか。これ世界は一つになる。あそこはムーンショットじゃないですね。ワンピース。あ、ありがとうございます。ワンピースの方で言っていただいて、ありがとうございます。はい、ということでですね、昨日の考察動画の続きをまあ出すんですけども、はい、ワンピースがね、まあ、月曜日救済だったので、はい、このような形で出しているんですけども、まあ、見応えあると思うんですよね。ありますよ。で、このね、昨日の動画を見てない方のためにちょっと軽く紹介するんですけども、ね、空白の100年ってワンピースにもあるんやけども、ベイタル今から800年前から900年前の間の100年間を、まあ、誰も知らないことで、まあ、空白の100年って言ってるな。白も、はい、大丈夫。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。空白の100年に行われた戦争は D の一族 VS 世界政府という単純な戦いじゃなくて、そこに第三勢力があった三つどもえの戦いだよっていうのが昨日の考察お話してましたね。はい、そして各で勢力は1個ずつ古代兵器持ってたという、はい、持っているんですよ。さらに古代兵器の軌道にはゴムゴムオピオピチキチキの3つの悪魔の道、これかなり気になりますよ。はい、思っていて、はい、まあ、これをですねちょっと今日は深掘りしていきます、はい、今日の動画もですねちょっと都市伝説をあんまり詳しくない方はちょっと難しく聞こえるかもしれないですけど、はいはい、なるべく分かりやすい言葉を使って説明するので、はい、ぜひね最後まで何度もご覧くださいませ。お願いします。昨日お話しした通り、 D の一族とテンプル騎士団っていうのがあるんですけども、まあ、実在した組織とね、そうそう、共通点がかなり多いことから、はい、D の一族のモデルはテンプル騎士団だというふうに考えてます。でテンプル騎士団何かっていうと、聖地エルサレムを守っていた、はい、まあ、騎士団っていう、そうですね、っていうことなんですけども、はい、まあ、実在した組織なんですね。でまた空白の100年について、まあ、現実の歴史でモデルになったであろう戦争を紐解くと、まあ、おそらくフランス王国 VS イングランド王国の、まあ、実際に行った100年戦争という、まあ、歴史がモデルになってるんじゃないあるんですけど、それが元にもなってると。はいはい、はい、でこの100年戦争の、まあ、起こったきっかけ覚えてますか。これが、まあ、ジャック・ド・モレーというねテンプル騎士団の最後の象徴の、まあね、処刑から象徴ではなくて総長なんですね。そう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 、はい、総長なんよ。総長さんね、はい、まあ、ということで、うん、まあ、これロジャーの死と、まあ、非常に近い部分があるんじゃないのかと。そう、ゴールド・ロジャーも最後処刑されたことがきっかけで今の大海賊時代が始まっているよ、ね、そうですね。テンプル騎士団最後の象徴、俺も言うてこと、総長ジャック・ド・モレが処刑されたことをきっかけに100年の戦争が始まるんですね、はい、で100年戦争に登場する勢力をちょっと考えますと、うん、D の一族のモデルとなったテンプル騎士団、うん、そしてテンプル騎士団を壊滅させたフランス王国、うん、そしてフランス王国にそこでうわ俺が取ってやろうと思って攻めてきたイングランド王国、まあ、要は三つどもえの三点戦争ってことですね。そう、三点戦争なんですね、はい、じゃあこの三大勢力をワンピースに当てはめると一体何になるのか、そしてその各勢力がそれぞれ所持していた古代兵器は何だったのかをちょっと考察していきます。はい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 、空白の100年で D の一族はじゃあどこに所属していたのかと思うんですけど、3、はいはい、つの勢力がそれぞれ何かをちょっと考察していきますね。まず考えやすいのでまず D の一族から行くんですけども、はい、これに関しては別の考察動画でも話したことはあるんですけども、はい、D の一族やボーネグリフを守っていた島々っていうのは太陽と関係があるんじゃないかってことを僕この2週間めちゃくちゃ言ってるんですけども、ね、というのもそのギリシャ神話に、まあ、太陽神、まあ、アポローンっていうやつが出てくるんですけど、まあ、それ神様がいるんですね。その聖地である古代遺跡のある場所がなんとねデルフィーっていうんですか。いやそうなんよ、すごいね、まあ、D ルフィーですね。そうデルフィーで分解すると D ルフィーじゃないですか。これたまたまですか。そう、ね、まあ、女子高生が好きなのはセルフィー。デルフィーにはですね、奴隷解放に関する取り決めを記した古代碑文があって、はいはいはい、太陽の神ニカとの関連も疑わせることがあります、うん、でこの2点から、まあ、D の一族は太陽の勢力ではないかと思っています。いやそうですね、そうね、まあ、トワ君の好きなこちらのシーン、そう、おしゃべりキャットも言うとったから、そう言うてましたよね、奴隷解放するとか、はい、その辺がね碑文と同じじゃないですか。そう、太陽の神ニカがね、そうなんですよね。でポーネグリフってものすごい重要なアイテムなことは分かってもらってるんですけど、はい、でその重要なポーネグリフがある場所を思い出してほしいんですけど、ルフィが見事に立ち寄ったところって、そうですね、太陽と関係があるんですよね。ほう、例えば、そう、例えばアラバスタ王国ってその国旗が太陽を表しているような国旗なんですよ。そうやな、暑い国やしね。そうそう、で太陽の神を信仰しているシャンドラ、太陽の神言うてますからね。そう言うてますからね、いけねえとこね。で太陽の海賊団を輩出し長年太陽を目指していた魚人島、ポンって押してるからね。そう、竜王国ね、というように太陽と関連のあるところ、まあ、モチーフが多く、まあ、国が出てくるんだけど、はい、ちなみにですけど同じくポーネグリフを持っていたところ何がありました。それやっぱね、あのワンチャンニャンチャン王国、モコモコ王国ですね。そうそうそう、ワンチャンニャンチャンだな、
ワンニャン事故で見た。あ、そう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 。はい、他には和の国、まあ、コウズキって言われてますね。ポーネグリフと関連があるんですけども、じゃあここ関係ないじゃんと思う。いや、そうですね、太陽じゃないんじゃないのっていう。そう、どっちかというと月じゃないの、コウズキとか言ってるし、はい、いうことなんですけども、まあ、これはですね、前の考察動画で出した通り月の勢力があったんです、うん、けども体力の勢力に寝返った、裏切ったっていう風な考察してるんですね。 それがズニー社が裏切ったから罰を与えられて800年間歩き続けさせられてるっていうことだと僕は思っている、まあ、この動画なんですけども、はい、まあ、でもちょっと冷静に考えると光月だけちょっと浮いとるんですよね。ほう、他の風月とかってまた当たり障りないことなんですけど、なんで光月月にしてるんだろうと思ったら、月が光る、もともとなんで月は光るかって言ったら太陽の光で照らされて光るんですね。いや、そうですね。ということは実は寝返るってことの伏線だったんじゃないかと。なるほど、光月という名前自体が裏切り者ばっかりやな、こう。そう、でも、そうで、僕も広告自体も一番太陽に近い国じゃん。まあね、そう、実際ね。でやっぱり太陽と関係すんのね、はい、これね、はいはいはい。ということで話をまとめると、空白の100年っていう、まあ、その勢力、太陽の勢力は、まあ、太陽の神ニカ、Dの一族、アラバスタ王国、シャンドラ、まあ、魚人島だったと、まあ、予想できて、はいはいはい、まあ、ついでに言うと数百年に一度魚人島で生まれる人魚の姫が、まあ、古代兵器ポセイドンであることはもう確定しましたよね。あ、なるほど、はい、じゃあポセイドンは太陽の勢力だったんだね。そうそうそう、太陽の勢力が持っていたというふうに、まあ、今位置づけます。なるほどなるほど。僕は一応青色の星とわざわざワンピースの作中で地球みたいなことを言ってるから、一応そのポセイドンはもともとその青色の星のものだと思うんやけども、はいはいはい、まあ、ここでちょっと辻褄が悪くなってくるので一応こう仮としときますね。はいはいはい、はい、でアラバスタにはプルトンがありそうなことから、うん、プルトンも太陽の勢力が持っていた可能性が、まあ、あるわけですよ、はい、でプルトンに関してはちょっと別の説を考察してるので、それはまた後で話します。はい、古代兵器を持っていた残りのじゃあ2つの勢力と、ほう、次に考えたいのはその D の一族に敵対していた残りの2つの勢力とは何かなんだけども、 D の一族が、まあ、太陽の勢力だとしたら、うん、ワンピースを考察する上で避けなければいけない種族がいますよね。まあ、ムーンピーポーよね。ムーンピーポーって何それ。月の民や。はい、そうですよね。月の民、扉絵連載、うん、エネルのスペース大作戦でおなじみなんですけど、ワンピースの世界で月にもちゃんとね古代文明があることはもう分かっているわけじゃないですか。分かってます。本編以外であんなにね重要なシーンありますって話よ。いや、ほんまよ。月が重要ということはそのルナーリア族とか、月の名を持つ和の国の大名たちとか、満月を見て数論化するミンク族とか、まあ、いろいろあるんですけども、明らかに月と関係ありそうな種族がもうすでにいますよね。はい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 。で空白の100年にも月と関係する勢力は、まあ、存在したのはまず間違いないと。だってルナリア族はその時いないとか、まあ、考えられないよね。そうですね。じゃあその月の勢力に所属してた名前って誰かというと、まあ、単純に太陽と真逆なんで、思想が宇宙服に似ている天竜人とか、まあ、なるほど、宇宙海賊がいたかもしれない、まあ、いわゆる神の天敵ってなってるから、まあ、どっちも神がいるんで、まあ、天敵は天敵やろと。であとルナリア族さん、はい、まあ、まさにルナって入ってるし ね、まあ、そうね。月の都市と同じ名前を持つエネルの生まれ故郷の空島ビルカで、月にいた兵士ロボットと同じ見た目をしたスペーシー中尉を作った謎の月見博士の生まれ故郷でもある未来国バルチモ、はいはい、まあ、デカパンクの出身にもありますけども、で月の名を持つ和の国の大名たち、そして最後にミンク族の6つの種族が加わっているんじゃないかという説ですね。ただその和の国の光月だけは、まあ、家紋にですね太陽のマークが後で上にポンって押されたかのように、はい、こちら入っていることが分かるんで、ね、D の一族と関連のあるポーネグリフを生み出していることとか、ミンク族ともなんか条約結んで仲良しだよって、ポーネグリフ守るよって言ってたことから、少なくとも光月家とミンク族、そしてそこに共存しているズニー社は月側なんだけども寝返って太陽の方に行ったんじゃないかっていうことはなんとなく理解できてきたよね。いや、そうですね。そして月の勢力が持っていた古代兵器についてなんですけど、これがウラヌスじゃないかと思ってます。はい、なるほどね。はい、ウラヌスについてはもう本当に名前しか出てなくて情報ないんだけども、はい、一応名前の元ネタとなっているのが、これもギリシャ神話になるんですけども、天空神ウーラノスということなんで、まあ、多分ね、これ多分なんだけど、天空に関する、まあ、兵器じゃないかということはね、まあ、皆さんも考察すると思う。なるほど。じゃあここでウラヌスと関係があるんじゃないかと思われるのが、そのエネルのマクシンですよね。まずね、空飛んでますからね。いや、そうですね。で、波が飛ばされた空島ウェザリア。いや、あれやばいよね。やばいよね、あれどうやってやってんのみたいなね。でエネルの故郷空島ビルカでは、まあ、月に神様がいるとされており、ここの描写を見てほしいんですけども、目的がその観光ということで、言ったら帰るということが意味してるんですよね。ああ、見学することじゃなくてね。観光にこんなとこ来てたら早く帰ってくれよ、お前。どんだけ言い続けんねん、そんな。ビルカには空白の100年と月に関する何らかの情報がまあ残ってた可能性はあるね。はい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 。そう、それを見たからこそエネルは実行しようと思ったかもしれない。なるほど、ね。まあ、純粋がゆえにみたいな。そう考えると、月の民に伝わる天空
を司る古代兵器グラヌスの、まあ、技術をちょっと応用して作ったのがマクシムじゃないの、まあ、実際かなり強いですよね。かなり強いよね。だってね、月まで行ける船ですからね。ねえ、だまだね、その動力が完全じゃない気がするんですよ。おうおう、まだいろんな仕掛けがあると思ってるんで。確かに。でまた熊に飛ばされた、まあ、波を助けてくれたハレダスさんも、まあ、実はビルカ出身ということはもうビブルカードで明らかにされてますから。しかもね、このハレダスさんのいたウェザリアって人工の空島なんですね。意味がわからないよね。どうなっとんの、ほんまに。ドラえもん述べたと雲の王国かみたいな。ほんまにすごいよ、はい。まあ、そうするとマクシムと同じようにビルカに伝わるそのウラヌスの技術を使ってでウェザリア作れた可能性ももしかしたらあるんじゃない。はいはい、マクシムもウェザリアもベカパンクでもない一般人がですよ、作れるようなものに見えないのが長年の謎なんです。まずで古代兵器の技術が使われているとするならまあ納得ですし、まあ、確かにね、その古代兵器が天空と関連する、まあ、ウラヌスというのもまあ納得できるんじゃないかと。じゃあ気象兵器なんですね。そう、まあ青色の星からすると、まあ、空に浮いているものやから、まあ、天空という意味では、まあ、ウラヌスが一番っぽいよなと。なるほどね。まあ、そういうことでその D の一族を要する、まあ、その太陽の勢力と対立してた、その後に世界政府となるのは月の勢力なんじゃない、おまあ、ウラヌスを持ってたんじゃないのっていうことですね。おいいですね、はい。で次最後ですよね、はい。空白の100年に存在した第3の勢力がじゃあ何なの、はいはい、今日言ってましたね。これめっちゃ引っ張っちゃいましたけど、これはですね、青色の星じゃないかと。まあ、原住民たちとかですね、元々いる人たちね、うん、太陽、月、勢力それぞれ別の星から、まあ、青色の星にまあ移住して、はい、やってきたと。種族からなる勢力だとすると、うん、もともと青い星に住んでいた種族は第三勢力だとする、はい、空白の100年の戦争に加わってもおかしくはないというか巻き込まれてるわけだからね。そうですね。じゃあ国や種族は何なのかと、先ほどのアラバスタ、ビルカ、過去に出てきた島や国、太陽と月の勢力に当てはめたんですけども、うん、確実に空白の100年に関わってる名前が出なかった島が一つだけあるんです。どうですか、気づきました。え、そう、ウォーターセブンです。ウォーターセブン、はい、ウォーターセブン以外の空白の100年を匂わせる描写があった島や国には月か太陽に関連するモチーフや描写が必ずあったんやけど、はい、ウォーターセブンね、どっちにも属してないんですよね。ウォーターセブンなんかありましたっけ、そういう匂わせ描写。唯一あった描写がこちら、こうプルトンの設計図。あー、なるほど、はい、表紙に書かれているのってプルトンってはっきり読めるんですけど。そうですね。これね、面白いのが古代文字じゃないんですよ。確かに。これなんでポーネグリフに書かれているような古代文字で書かないの。これ英語やん。英語ですね。読めちゃうよ、僕の翻訳を引っ掛けたら、ね、これを後世に伝えるんだったら設計図は必要なんだけど、悪いやつに見られたら解かれないように普通に古代文字で書かへんかと。あ、しかも普通にフランキーとか読んだしな。そうなんですよね、うん、でしかもですね、よくよく考えてみたら、そのアラバスタのポーネグリフにプルトンの存在っていうか、まあ、ありかを記して残していたのが太陽の勢力だとしたら、うん、その対抗勢力として設計図を残した敵対勢力が必ずいるはずじゃん。でしかもですよ、その設計図の存在は世界政府を知らなかったわけなんですよ、うん、確かに教えてもらってましたもんね。そうと考えると D の一族と世界政府だけじゃない第3の勢力の存在はほぼ確定してるんですよね。プルトンはもともと所持していたのは、まあ、第3であるその青色の星の勢力という可能性は全然あり得る。なるほどね、はい。そして皆さんがちょっと一番楽しみにしているこちらの考察いきますよ、うんはい。三船長のゴムゴムジキジキオペオペが古代兵器に必要説。あ、僕かなり気になりますね。そうなんですよ、まあ、ちょっと妄想も入っちゃうんですけども、はい、まあ、ここまでがまあ正しかったとまあ仮定するならば、うんうん、それがウラヌス、プルトン、ポセイドンの真の力を発揮するためには、はい、それぞれオペオペジキジキゴムゴムの3つの悪魔の実が必要なんじゃないかと。なんでですか？だってね、もしウラヌスとかがね、そのマクシムと関係してるならゴロゴロとかな気もしますけど。はいはいはい、いいところで言いますね。というのもですね、先ほどウラヌスを所持していたのは後に世界政府となる月の勢力という説をお話ししましたけども、はい、もしそうだとすると、うん、ドフラミンゴの言ったマリー・ジョアの国宝を言います。ドフラミンゴが消されるかもしれないという取ったぐらいの宝ですからね。ウラヌスかもしれないですよ。それは裏を書いてきましたね。なちょっとうまいこと言おうとしてるの今。ウラヌス、はい。そしてですね、そのマリージョアの国宝についてほとんど分かってないんだけども、うん、その前後のドフラミンゴの発言めっちゃ読み返してみたら、はいはいはい、でこのシーンちょっと発見しまして、うん、ローと対峙している時に、うん、お前のオペオペの実の能力があの日俺の手中に入っていたら、うん、マリージョアの国宝を利用し俺は世界の実権さえも握れていた。ほう、これすごくないですか。なるほど、じゃあオペオペはウラヌスを何か活性化させるかもしらんと。そうだって世界の実権を握るってよっぽどよ。今もね、元天竜人と七部海一国の王様っていうことで結構握ってる部分多い。握ってるね。そう、でも世界を取れるかもしれないって言ってるということは古代兵器に匹敵するものとかで、
古代兵器そのものちゃうかって思ったわけ。なるほど。そう、まあ、実際カイドウとビッグマンも言ってましたからね、古代兵器取ってワンピース取りに行くって。そう、だから国宝っていうのがそれに残されてるものだとしたら、残ってても使えなきゃ意味ない。なるほどね。そう、じゃあそれを発動させるのにオピオピの実が必要だったから、ちょっとドフラミンゴが悔しい気持ちだったんじゃないのっていう。はいはいはい。ということね、裏を返せばマリージョーの国宝を利用するためにオピオピの実が必要ってことが分かるんで、ポセイドンについても乙姫がこう言ってました。お、いつかその力を正しく導くものが現れ、そしてその時世界は大きな変化が訪れる。ほうほうほう。まあ、これ言ってますよね、はい、でシャーリーの予言も踏まえて考えると、うんうん、この力を正しく、まあ、導くものって、まあ、単純に言ったらルフィじゃない。まあそうですね、長いし、ね、うん、フーズフーがゴムゴムの実の重要性をまんまって匂わせたじゃん。おで、ゴムゴムの実がポセイドンの真の力を発揮するために必要なんじゃないか。なるほど。そう、だからみんなそのポセイドンっていうところでやっぱその白星とかに目が行きがちなんだけど、はい、本当に重要なのはルフィの存在、ゴムゴムの実じゃないのと。まあ、実際ルフィがね近くにいたことで白星が最後また救えたというか。そうそうそう、ありますからね。そうなんですね、うん。そして最後、じゃあ、じきじきのみですね。今、活躍中の本当、キッドさんなんですけども、はい、まあ、時期を操っているわけではなくて、もともと時期ってその原子核を操ってる。はいはいはい。はい、で、その結果、時期を操ってるっていう可能性があるんですよね。そうだとすると、まあ、言ったら人間でも原子核の集まりなんで、それを操れるんだったら、単純な話、もう核爆弾も作れちゃう。なるほど。核爆発させれるんですよ。はっはっは。だから、じきじきってめっちゃチートになる可能性あるんですよ。覚醒しまくってたら。いや、もしかしたら、もともとの能力が核核の能力だったかもしれない。あ、そう、もう一つの名前がね、もう一つの名前がゴムゴムオピオピジキジキ全部がついてる可能性あるからね。確かに確かに。一個とは言うてへんから。で、まあ、まあそこら辺の詳しい考察動画はこちらのジキジキの実の考察見てほしいんですけども、はい、もしそうだとすると島一つを跡形もなく消し飛ばす、まあ、プルトンは、はい、覚醒したジキジキの実の能力と合わせて起動することで真の力を発揮するんじゃないのと思ったんですよ。じゃあ国一つぐらい行ってまうんかな。国一つどころかね、島一つ破壊できんじゃん。それぐらい時期るかな。うん、もっといけんちゃう。だって時期ってそれぐらい強力よ。大陸一つみたいな。うん、ありえるよ全然ね。そもそもログポースっていうね、ワンピース世界では絶対なくてはならない今回のものでも、はい、その島に宿っている時期を頼りにこう行くわけだから、はい、それを全部破壊できるってなったらマジで終わるよ世界って。キッドのとこのログポースって何個潰してきたやろな。お前また船長近寄ったからもう暴れましたやなみたいな。絶対潰れてるよな。ねえ。しかもなんかガーってなんか時期を消すって、わー釣れたーみたいな。あーってなんかやんねんほんま。大変だ。はい。で、もしこの説が正しいとすると、ワンピースの最終章でも三船長がちゃんと共闘して、古代兵器を使って世界政府を倒す展開が見れるかもしれない。いや、それは見たいですね。そう。ありがとうございます。どうでした？面白かったですね。面白いよね。なんかあの都市伝説を考えるのがやっぱ好きなんで、はい、こじつけちゃうんだけども、野田先生がものすごい都市伝説好きだとしたら、はいはいはい、ありえると思うんですよ。いや、そうですね、実際かなりね。そう、うん、何かその古代兵器って多分存在していても今まで形に出なかったのは、はい、操縦者がいないからって。だ、操縦者って何なんて言ったら、その選ばれし者みたいなのもあるんだけど、そもそも悪魔の覚醒が多分必要だと。なるほど。その結果それをもとに、まあ、覚醒させてトリガーになってエヴァンゲリオンとセカンドインパクトみたいなあんな爆発力を出したら、うん、えぐいことになっちゃうな。だからかなりやばいね、まあ、能力ということですね。そう、でもまあじゃんけんっていうのは、まあ、言ってくれたように、はい、その三つどもえの戦いがそれぞれ切り札である古代兵器を均等に持っていたからこそ均衡が保たれてる。だからそれと類似したことで今はその四皇と七武海と世界政府という均衡が保たれてるみたいなこともなんかオマージュされてるわけ。はいはいはい。そうだから均衡のことをすごく気にしてる均衡をはじめ、やっぱりこの三つどもえっていうのは僕はあながち間違いじゃないんじゃないかと思う。はい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 。どうですか、ですね、どうですか。いや結構ありえますね。ありがとうございます。面白かったということで、今日の動画いかがでしたでしょうか。面白かったと思います。今すぐコメントと高評価を押してください。お願いします。高評価がね、あの1万以上いったらまた都市伝説から紐解く考察がやってみたいんですけど、まだちょっとネタあるんで1万目指してください。お願いします。一歩。はい、そして僕たちはですね50万人チャンネル登録者目指しております。今41万人ぐらいですかね。はい。ということで、あと9万人ほどまだ足りておりません。皆様の力、最近好きになってくれた方もぜひね、ポチッとしてない方も多いと思うので、ぜひとも何卒お願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、See you. Bye.